摩擦が本当にゼロになる超潤滑と呼ばれる状態、あとは摩耗が全くないゼロ摩耗というような世界というのがまあ実現できるっていうのが究極の目標かなというふうに思います。この番組はフォーカスの提供でお送りします。未来を作るテクノロジー、工作機械メカトロ技術はフォーカスです。私の研究は摩擦摩耗に関する研究で、例えばまあエンジン部品なんかはそういう摩擦摩耗の塊みたいなものなので、エネルギー効率を上げるという意味で摩擦摩耗を減らすと。であと体内で使う人工関節なんかも摩擦摩耗する部分があるので、その滑りを良くするようなそういう応用範囲っていうのも考えています。今自身がまあ膜の開発をやっているので、まあ、それを通してまあいろんなものを作っていることの楽しさというところを感じれたので、まあ、仕事に関してもそういった新しいことに挑戦してまあ作っていきたいなと考えてますね。今やっている研究としては解析をメインでやっていて、実験だけではこう解明が難しいような科学的な反応とか調べることができて、まあ、それが私の研究の価値かなと。しんどい楽しいもう全部あるんですけど、まあ、特に多いのはやっぱり楽しいかなと思います。研究って難しいんですけども、膜を作っていく中で傾向が出てきたりとか、やっぱ科学って面白いなっていう、やっぱり自分も楽しい職場、自分がやりたいことに携わりたいっていったところで、品質改善であったり商品の品質向上みたいなところに携わりたいかなと思っております。この自分の研究テーマだけじゃなくて、こう周りいろんな研究テーマを持っている学生さんがいるので、まあ、そういうところにも興味を持っていろんな、まあ、経験をしてほしいなというふうには思っています。フォーコスは頑張る学生を応援しています。